恋人派の恋さえも消えて儚い梅雨行く秋の雨が頬打つ小倉山、涙はらはら夢はらり、秋もしぐれる推薦も頑張ってます。頑張って頑張って歌い続けている恋かげろう、聞いてください。2日のご旅行1回と悠々会館の4回、皆さんはどちらを選びますか？ということで、私は三重県四日市市東名阪自動車道四日市インターすぐ南にあります、心も体もポッカポカ天然温泉悠々会館にお邪魔いたしました。ここで佐野幸夫社長にお話を伺いますが、1泊2日のご旅行1回と悠々会館の4回、皆さんはどちらを選ばれますか？さあ、これ一体どういうことでしょうか？はい、悠々会館をですね、はい、皆さんはもう、あ、お風呂屋さんなって、こんな程度だと思うんですよ、はい、事実はお風呂屋さんなんですけど、はい、ここの温泉は非常に
恵まれてましてね、はい、50度の温泉でしかも湯量も本当にたくさん出ますのでかけ流しなんですね、うん、でその上体に一番優しい pH8.3 というね、はい、弱アルカリ性の温泉なんですよ、まあ、その温泉に浸かりながら、はい、今日はじゃあカラオケ大会で一日楽しもうかと、あるいは今日は感激でね、はい、どっかの劇場行って一日劇場だけじゃなしに、お風呂へ入って感激も見れる、はい、でその上、まあ、おじいちゃんおばあちゃんで例えば囲碁が将棋があってお好きな方もたくさんおると思うんですけども、はい、そういう囲碁将棋で楽しむとかですね、場合によってはグランドゴルフ場行ってグランドゴルフで一日、まあ楽しんでみるとか、あるいは、まあ、子どもさんと小さなお孫さんも入れてね、はい、皆さん家族でゲームコーナーをしたり、はい、あるいはマッサージを受けたり、ショッピングもしたり、はい、まあ、いろんなお楽しみができるんじゃないかなと、はい、まあ、中には友達と一緒にですね、お食事なんかも一緒にとってね、はい、美味しいお食事しながら感激見てという、そういう一日を過ごしてもらうとね、1泊2日の旅行で1万5000も2万円も出して、はい、行くよりも4回も5回も来れるじゃないですかと、そんなことで、まあ、提案をさせていただいてるんです、はい、そういうことだったんですね、はい、もう本当にこちらはご年配の方から小さいお子さんまで一日中遊んでいただけるもうテーマパークといっても、はい、そうですね、ではないですよね、はいはい、というところなので、ご旅行に行かれてもいいですけど、やっぱりこういうところでのんびり過ごす、こんな方法も皆さんいかがでしょうか。今日はありがとうございました。ありがとうございました。